岩洋一君はい、廃災沖縄の風の岩陽一です各委員からの沖縄応援の質疑に心から感謝申し上げます沖縄県での鉄,鉄軌道整備について伺います沖縄県は現在鉄道がない唯一の県です鉄道にはクロスセ,セクター効果もあることが認められています沖縄県の鉄軌道について 鉄道が整備されることで、新たに発生する経済的な波及効果の可能性を広く取り入れて、費用便益分析、BYC の評価を行うべきではありませんか原政策統括官。 お答え申し上げます内閣府が行っている調査におきましては、国土交通省鉄道局が公表しております、鉄道プロジェクトの評価、手法マニュアルに準拠して実施してございます。鉄軌道等を導入することによる移動時間の縮減や道路の混雑の緩和効果などを踏まえて、BYC の分析を行っているところでございます。委員ご指摘の鉄道整備ににに伴い新たに発生する経済波及効果を byc 分析に取り入れる ことにつきましては利用者便益や供給者便益において既にま計上している便益が含まれることになる可能性があるわけでございますこういう点につきましても専門家の知見を伺いながらですね慎重に検討する必要があるものと考えています以上です上伊波洋一君現行法の下で内閣府は毎年1億円ほどの予算をかけて調査を行ってきました今後の調査にはどのような意義があるのでしょうか具体的に 費用の項目から何が落ちたり、便益の項目が何新たに加えたり増えたりするというような評価項目が変化するなど、現実的な規定の想定の,範囲,のない範囲内で、今後の調査において、BYC 分析の具体的な改善が期待できるのでしょうか原政策統括官、お答え申し上げます。鉄軌道の調査につきましては ルルこれまでご答弁申し上げたとおり、沖縄本島北部の世界自然遺産登録、あるいは北部テーマパークの開業予定などです、ね、南北間で需要の増加につながる動きが見られるところでございます。これらが鉄軌道の BYC に与える影響などについて、引き続き調査をする必要があるというふうに考えてございます。まままたです、ね、来年年度度におきましては令和4年度でございますが沖縄振興計画の 他にも沖縄のさまざまな分野の基本計画などが刷新されるというふうに受けたまってございます沖縄の将来構想や目標値等も新たなものとなるためこうした基礎的な事,事,事項の変化に対応した需要予測やルート設定等を改めて行う必要もございます さらにです、ね、時代が進みますと、低コストな最新技術の導入などです、ね、これまでの調査と同様に、コスト縮減方策についても引き続き検討する必要がございます。で一方で,です、ね、沖縄におきましては、建設工事費の上昇なども見られるところでございます。 こうしたさまざまな要素を加味した上で、B、BYC がどのような値になるのか、引き続き調査検討を進めていく必要があるものと考えています。以上です。伊波洋一君、えー。鉄軌道の復活は沖縄県民の悲願です。調査をやめてしまえとは思いません。しかし、定量的な評価に基づく客観的な調査ということであれば、毎年調査を繰り返しても、具体的な BYC の改善は本質的にありえないことになります。今のように毎年調査を行い 国民の税金を使い続けるのは、まあ、税金の無駄とのそしりも免れません。先日来、東日本大震災の鉄道の復旧が報道されています。また、大震災ではありませんが、配布資料4ページのように、JR 東日本只見線の災害復旧にあたっては、BYC ばかりでなく、事業再産生にも議論がある中で、復旧が進められています。現状、国土交通省に伺います。現状自然災災害で被災した 既存の鉄道については BYC 分析は適用されていないと認識していますがなぜでしょうか国土交通省大臣官房石原審議官お答え申し上げます鉄道をはじめとしますインフラというものは地域社会を支える基盤でありましてこの存在を前提として人々の暮らしや地域の経済活動が存立しているところでございますしたいまして すでにその存在しているインフラが自然災害等で被害を受けて、これを復旧させると、こういう事業と、それからあのインフラの存在しないところに新たにインフラを整備する事業を比較した場合、後者の事業につきましては、特に事業採択にあたりまして、透明性の確保、またその効率的、効果的な実施が強く求められているところでございまして。 このため新規事業採択の場合には、費用対効果分析を含みます事業評価を行うとこういうことになっているところでございます伊上洋一君。まあ災害復旧では、B 買い支援はしない、その理由は、インフラはすでに地域社会を支える基盤となっているからだということであります。えー、沖縄県においては、戦前、沖縄県営鉄道、いわゆる警備鉄道が運行されていました。 京便鉄道は1914年に那覇与那原間、1920年に那覇嘉手納間、1923年には那覇糸満間が開業し、地方鉄道法上の地方鉄道として運営されていました。総延長48キロ、1941年には乗客数も300万人を超えたと言われています。しかし、沖縄戦での被災により破壊され、現在に至っています。現在、沖縄県営鉄道はどのような扱いになっているかお答えください。 石原審議官ただいまのご指摘のございました、戦前の沖縄県営鉄道は、昭和20年の沖縄戦により壊滅的な被害を受け、事実上消滅したものと承知しております。その際、当時の地方鉄道法に基づき、事業免許を執行させる手続きを実施したか否かにつきましては、確認できていないところでございます。 なお昭和47年に沖縄が本土に復帰する際、本土の法律の適用に関しまして、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律が制定され、交通関係法令の適用については、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令、これにおいて整理されているところですけれども、ここに鉄道関係の規定は置かれていないところでございます。 このことからいずれにせよ、現行法においては、沖縄県営鉄道はその法的根拠を失っていると、このように考えておりますりはや一君。沖縄県営鉄道、警備鉄道は旧地方鉄道法に基づく鉄道事業として、まあ、現在も法的には廃止されていないことが確認できたと思います。警備鉄道は戦前の沖縄の社会インフラとしてしっかり機能していました。そのため、戦後すぐの1947年には、米軍が復旧を計画し、 測量調査も行われました。しかし、直後にアメリカの方針変更、いわゆる米軍の論理によって、鉄道整備は否定され、自動車道、高速道路の、あ復帰後の高速道路の整備に、えー、取って代わられました。このように、米軍政令官の沖縄県においては、鉄軌道の復を復旧しないままの道路整備が行われる一方で、本土においては、道路だけでなく、国、えー、鉄を中心に国鉄道の整備が進まられてきました。 特に沖縄が復帰する1972年前後は、国土の均衡ある発展を目標に、全国的な鉄道整備が進められ、鉄道建設ラッシュが生じていました。国鉄による鉄道整備は、当然のことからすべて国費で賄われました。1970年の全国新幹線鉄道整備法では、全国的な鉄道網の整備を図ることを目的に、北海道、東北、北陸、九州、2ルートの5、 5路線線が整備新幹線としして計画されました一方、1972年に沖縄が本土復旧を果たした後も、第一次沖縄振興開発計画に、沖縄線とその後の米軍占領と米軍統治で失われた沖縄県営鉄道を復旧させる鉄軌道整備は明記されませんでした。なぜ沖縄において鉄道の復旧が検討されてこなかったのでしょうか。当時、沖縄における鉄軌道の復旧について、何らかの議論はなかったのでしょうか。 原政策統括官お答え申し上げます昭和47年の復帰前後の沖縄における鉄道の敷設に関する議論につきまして、必ずしもです、ね、内閣府として当時の状況を網羅的に把握しているものではございませんけれども、例えばですね、昭和46年の10月22日の参議院本会議でございますが、都市交通機関整備、雇用促進の面から、 鉄道施設の必要性を指摘する意見があるが、総理はどう考えるかというご質問がありまして、当時の佐藤栄作総理から、そのような意見があることを前提とした上で、もっと調査を行い、その上でその必要の有無等もよく検討を行いたい。 との答弁が行われているものと承知をしております。あの一例挙げさせていただきましたけれども、おなかなかの鉄道をですね具体的に同行するというようなあのご議論ではなかったものというふうに認識しております。伊波洋一君、いや米軍基地の島である沖縄でですね、やはり鉄道を敷設することがなかなか米軍との関係でできなかったんだろうと思うんですね。だから沖縄戦と米軍統治、その後の日本復帰の 不作為によって、沖縄に県にだけ手続き道がありません。沖縄差別ではないでしょうか。すでに1960年半ば頃には、国鉄赤字になっていたと言われています。1987年の国鉄分割民営会を経た現在も、JR 北海道、四国、九州、JR 貨物会社のいわゆる3等貨物については、経営努力ではどうにもならない客観的なふり、条件ふりが原因となって、 鉄道事業としてて黒字が出ていませんしかし、この3都貨物については、度重なる政府からの公費支援によって、鉄道が維持されてきたのが本土での鉄軌道の歴史です。自然災害からの復旧には BYC は適用されません。沖縄県民にとっては、鉄軌道の整備はゼロからの新規事業ではなく、かつて運行されていた沖縄県営鉄道、警備員鉄道の沖縄線による破壊という戦災からの復旧であり、 戦後処理の一環です前回、国交省が答弁されたとおり、新規の鉄軌道整備、B、BYC 分析が求められるようになったのは、本土において鉄軌道が鉄道整備が完了した後の平成10年3月策定の鉄道プロジェクトの費用対効果分析マニュアル97からです。大臣、沖縄における鉄軌道整備は、沖縄線による災害復旧であり、平成10年より前に実施される べききだっった事業がが不作為状態のままま引き継がれてて現在に立っていますこのような事業に BYC 分析を適用するべきではないと考えますが、いかがですか西目担当大臣あの。委員のお話を聞いておりまして、4党会社、当時、私も自民党の運輸専任部会長として、4党会社の税制優遇の場面に、実際に4党の、 貨物を含めた四島会社の経営者と税制改正の点で議論したことを思い起こしております、えー、B×C だけがすべてではないと思っております、えー、鉄軌道の導入につきましては県民の思いまた私自身も選挙の公約の中では推進する立場という回答もしております、えー 自然災害の部分については、先ほど局長から、統括官から答弁したところでありますけれども、私はどう,どうすれば、事業主体をどう持っていけば、これが実現できるのか、国民の税金も使うものですから、説得力のある形をどう作っていけばいいのかという思いで、ずっと見ているところであります。大臣としての。 答弁とはちょっと違うかもしれませんけども、鉄軌道に対する思いは私は共有できるものと思っております。どう実現し,していくかというところをしっかりもう少し調査が何か必要なのかなという認識をしております。伊賀吉一君、えー、まあその今県がですね、えー、提案しているのもまあ上下分離方式、いわゆる新幹線方式なんですね。まあそのことについても。 後でお話ししたいと思いますが鉄道は本土ではいわばナショナルミニマムとして国民に保障されていましただからこそ鉄道が国民の税金で整備され国民も移動の足が保障されることは当然の権利だと理解していたわけですこのナショナルミニマムが現時点で沖縄県沖縄県民にだけ保障されていない便益の便益やベネフィットは確実に報まれるのに費用コストがかかりすぎるから 日本復帰後も50年も年放置されています私はだからこれが沖縄差別だと言っているわけです。新幹線のように上下分離方式、そういうことであれば、これはその事業としての採算性で議論ができるというわけですね。西村大臣、前回、鉄軌道の事業化決定の段階ではないと答弁をされました。一方でですね、前任の河野大臣は、昨年6月、鉄軌道を導入した結果、気候変動対策にもなり、 定時制も担保されコストも下がるということならばこれは積極的にやるべきなんだろうと積極的な鉄道整備を進めるべきであると答弁しています私の知る限り沖縄県の全国会議員全員政党が公約として鉄軌道の整備推進を掲げています西目光沢大臣も昨年の10月の NHK 沖縄4区の候補者アンケート調査結果を拝見しますとそこにははっきりと 鉄軌道を推進したいと答えていらっしゃいます選挙公約はやはり有権者との約束です公約実現に向けてもご尽力をいただきたいと思いますがいかがですか西目担当大臣その思いに全く変わりはありませんいかにすれば実現できるのか先ほど来私が申し上げましたように事業主体をどう組み立てていくのかあるいは都市モノレールの 導入時点那覇市が主体にやっていたものがなかなか進まなくて県が乗り出していってさらには事業化をする中でコストを圧縮していってスタートをしたという場面も見ておりますし当時の有力な国会議員からはこういう軌道の関係は何年も黒字になるまで時間がかかるんだけどもやっていく効果の方が大きいんだという話もモノレールの軌道の時には あ、近いところで見ております。いずれにしましても、鉄軌道は沖縄県にとって大きな課題であると思っておりますし。しどうすれば実現できるかのかという意味では共通の思いでいるということだけはご理解をいただきたいと思います。伊波洋一君まあ、大臣としてもやっていきたいという思いは伝わっておりますので、えー、実はですね。私たちは議論してきて。今。 BYC が入り口をているんですよ B×C というのはまさに投入する税金とそれによるベネフェット、でもやっぱり人口も小さい、ね、それ100万、10万、1百0三30万の地域、でもですね、1000万人の観光客に到達した、まさに国際観光地であるんですね、これから先ほどのお話にもあるように、北部地区の自然環境に対する、あるいはさまざまな施設ができてくる。で何よりも大事なののは定定時定速の 国境交通なんです、求めているのは。沖縄の渋滞というのは、今、全国で一番なんですよね。道路いくら作っても、車でしか通れないから、みんな車を使って、渋滞をまた引き起こしていく。でも、鉄道はそこが違うわけですね。そこでですね、やはりて、沖縄県における鉄軌道の整備を BYC を理由にですね、門前払いしないようにするという、これが大変大事だと思います。いくら叩いてもですね、BYC が劇的に改善されることは、 私はないと思うんですね。だから、やはりなんといっても政治決断が必要なんです。で、そのためにはですね、やはり沖縄、強気な経済を実現するとおっしゃっている今の西目大臣、今までのですね沖縄振興策とは違う新しい一歩を踏み出していただきたいと思うんですね。えー、今日も鉄軌道を求められる、多くの方がお話ありました、やはり先ほど申し上げたように、定時低速交通が必要である。 特にまたこの復帰50年を迎える今年で、今、今日ですね、鉄軌道の事業化に向けては、やはり新幹線整備法同様のですね特別措置法を制定する必要があると思います。政治家、西目耕三郎大臣のリーダーシップで、ですね大臣在任中の鉄軌道整備に向けて、特措法の制定を検討していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。西目担当大臣 あの鉄軌道の導入につきましては、県民、観光客の移動の利便性、あるいは交通渋滞の、東京よりも交通渋滞がひどいという状況を目の当たりに見てきているものとすれば、さまざまな効果も考えられるし、その意義も十二分に理解をしております、えー。なぜ先輩方が鉄軌道の導入に踏み切れなかったのか、例えば私の頭をよぎるのは、えー 家友先生、沖縄担当大臣をされた国鉄の出身の先輩方がいた頃になぜ鉄軌道の導入ができなかったのか議論がなかったのか、えー、まあ復帰当時はそれよりも優先する事項があったのかあるいはアメリカ社会で車社会になっててなかなか鉄軌道の導入まで踏み切れなかったのか、えー、さまざまな思いがよぎっておりますですけども新幹線みたいな高速のものは沖縄にはます。 私はなじまないと思っておりますし沖縄型の新しい時代を見据えた軌道鉄軌道の必要性は感じておりますまあ県民それぞれみんな共有していると思いますのでその辺のところも含めてもう少し考えさせてください言いましたので岩井一君 えもう時間参りましたらまとめますけれども、新幹線といったのは、上下分離方式ということなんです、それでやはりです、ね、私たちは沖縄の新たな交通体系を作ることによって、沖縄の発展を後押しできると、これは多くは地下なんですね、あの地域は。ぜひご決断をして、検討していく流れを作っていただきたいことをお願いして終わりたいと思います。ありがとうございました 長い。